有明は九州旅客鉄道が大無体巨博多駅間を鹿児島本線経由で運行していた特別急行列車である。本校では鹿児島本線で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。特急、有明は1967年10月に九州内で運転する特急として運転を開始し、以後鹿児島本線の沿線各都市。 特に福岡、熊本、鹿児島という三つの県庁所在都市間を結ぶ優等列車としてその役割を担うようになった。1970年10月には鹿児島本線が電化されたのを起きに電車で運転されるようになり、山陽新幹線が博多まで開業した1975年3月からは新幹線との接続を考慮したダイヤ都市、鹿児島本線の基幹列車として定着していた。 大きな転換期が訪れたのは1992年のことで7月のダイヤ改正において有明の内西鹿児島発着列車をツバメとして系統分離した。残った有明は北九州、福岡大都市圏、熊本都市圏を輸送エリアの奇襲点に見据え、熊本都市圏を貫く放飛本線への乗り入れや小倉駅への延長などの方策によりツバメとは異なる。 独自の位置づけが与えられ、鹿児島本線の基幹列車的な位置づけを、ツバメと二分した形で維持されていた。しかし、九州新幹線の部分開業後は、九州新幹線、ツバメ及び、接続列車のリレーツバメを主体としたダイヤ構成となり、有明は、リレーツバメに対する補完列車的な位置づけをより濃く、することになった。2011年3月12日の九州、 新幹線全線開業後は、ホームライナー的な性格を持った列車として、本数、区間を縮小して運行されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、さらに本数、区間の縮小が行われ、オウム大駅から博多へ向かう、平日のぼり一本のみの運転となった。列車番号は、号数プラス1000が与えられ、1000に M のみが与えられていた。 2021年3月13日のダイヤ改正で廃止となり54年の歴史に幕を閉じた。列車名の由来一部の区間で沿って走る有明海に由来して有明とされた。この名称は公募によるものであった。2021年3月改正で廃止され最終運転時の車両は南福岡電車区所属の787系だった。 2018年3月改正以降は、平日朝に大牟田博多間の上り1本のみ運行され、土休日は運行しない。廃止時点で定期運行を行っている JR 特急列車としては最も少ない運行本数であった。合数表記はなく単に有明と記載される。ホームライナー的な性格を持った列車となったのは2011年3月12日改正からだが、 当時は、長洲駅発着が下り3本上り2本、熊本駅発着が1往復設定されていた。熊本発着の1往復は、九州新幹線の部分開業以前に運行されていた夜行列車の系譜を受け継いだ列車であり、九州新幹線の全線開業で、並行在来線特急列車のほとんどは新幹線に移行したが、この1往復の見下りが、博多例時代発、 上りが熊本4時台発で発車時刻が新幹線の営業時間外であることから熊本発着のまま存続した。熊本発着列車は2014年3月15日改正で、下りは長洲駅終着に短縮、上りは廃止され、残った5本も2018年3月17日改正で上り1本を除き廃止され、オウム台北のみの運行となった。 九州新幹線全線開業以前は、博多熊本間をリレーツバメと合わせて1時間あたり3本の割合で運行しており、大半の列車が豊肥本線に乗り入れていた。また1時間に1本は小倉駅発着で運転を行い、ソニックと合わせ小倉博多間でも1時間あたり3本の特急運行を確保していた。 九州新幹線全線開業時に、博多荒尾駅間には、既存快速の延長運転及び、普通列車の格上げで快速を増発。大牟田駅熊本、八代間に、熊本ライナーを、法肥線内に、法肥ライナーを新設して、実質的な代替措置としていたが、法肥ライナーは2013年3月16日、改正。熊本ライナーは2015年3月14日、改正で、 それぞれ各駅停車に格下げされる形で運行を終了。小倉博多間については、きらめきとして存知され、九州新幹線開業前の運行頻度を確保していたが、2018年3月17日改正で、きらめきの日中運行はほとんど廃止された。大向大稀瀬高駅ハイヌ塚駅久留米駅。 土津駅博多駅南福岡車両区に所属する787軽電車が充当され、主にカモメ、緑で用いられるデラックスグリーン席、グリーン個室連結の7両編成で運転されていた。普通車は全車自由席。2018年3月以降は、平日の上りのみの運転のため、車両は早朝に南福岡車両区から一旦荒尾駅まで改装され、 折り返しオーム待機に入選していた。1992年に在来線特急、つばめの間合いとして運用が開始された。長らく一往復のみの運行で1994年7月から1995年4月までは一時撤退していたが、1999年3月13日に有明が増発された際に有明用の4両編成が蘇生され、 2000年3月11日には全列車7 8 7系での運行に統一された。2003年3月15日にはツバメが7両編成に統一されたのを受け、ツバメに用いられていた6両編成も有明運用に回され、以降は有明用の4.6両編成を中心として、朝晩の列車にはツバメ、リレーツバメ用の7両編成も使用されてきた。 2011年3月12日の九州新幹線全線開業後に伴い4両編成が日本本線の特急に転用されたため以降は従来の有明用の6両編成と旧リレーツバメ編成から1両減車した6両編成により運行されていたが2014年3月15日のダイヤ改正で一部列車が7両編成に増結されたのを経て 2018年3月17日のダイヤ改正からは7両編成のみが用いられている。2018年3月以前に用いられた車両481系赤スカート、有明581系、有明475系臨時休行、日の国で10系員の水前時校、有明783系、ハイパー有明485系、有明787系、 あり明け、ありがとうございます。